今日はカレーを作っていくぞ。どんなカレーかな？動画にするほどでもない、普通のカレーだな。隠し味は？お嫁さんから、余計なものを入れない約束で作ってるからな。カレールーの箱に書いてある通りに作っていくぞ。おっさんのアイデアゼロ。これは大成功の予感。そして、視聴者さん残念でしたー。なんで視聴者が残念なんだ？視聴者さんは、料理の失敗の瞬間を楽しみにしてるからね。そんなわけないだろう。勝手にキノコを入れたついでに、お肉を分量の 1.5 倍いくぜー。待て、今日は普通カレーじゃなかったのか。動画ではわからないかもしれないけど、隣にいたお嫁さんがいなくなったのだ。くそー？なんてこった？メーデー。再び画面外での出来事。火をかけたまま鍋離れようとしたおっさんがお嫁さんに怒られてたよ。犬とかペットのしつけに近いな。何にしろ、お嫁さんが戻ってきてよかった。おかずの紹介するよー。おー、カレー以外にも料理を用意したか。右下から、カレーライス、麦茶。娘さんの感想を言うよー。あー、うん、頼む。娘さんは美味しいって言ってくれたよ。よかった。お嫁さんはお肉が多すぎるし、ご飯がべちょっとしてるって言ってたよ。ご飯はお嫁さんが炊いたんぜ。ご飯は、最近は息子くんが炊いてるんだけど、今日はおっさんが炊いたよ。なぜ、おっさんが関わるだけで全て台無しになるんだ。さあ、ピーマン切りながらレシピを考えていくわよ。そんなに行き当たりばったりだったのか。とりあえず、今回はチリソースで味付け、の予定だったけど、賞味期限がワンイヤー過ぎていたので、急遽吉田ソースに変更。よかった、さすがに賞味期限切れは使わなかったか。でも、なんだか娘さんに悪いなって思ったおっさんは、魚肉ソーセージを可愛く星形にカットしてみました。たまに笑顔のおにぎりとかあるけど、もしかして。具が寂しいような気がしたりとか、おっさん的に罪悪感がある時に入れることが多いわね。世の中、知らなくていいことってあるんだな。この動画、失敗なんかも包み隠さずお送りする動画よ。つまり、今作っている厚焼き卵の運命は、みんなの〇〇って声援で、厚焼き卵を成功させよう。そんな機能ないから、視聴者さんに無駄な手間を取らせ。おっと時間です。厚焼き卵の成功の瞬間をお届けできなくて残念です。静止画のシーンでまたお会いしましょう。あそこで切るなんてずるいだろう。皆さん実はこの動画、調理シーンは毎回1分前後にまとめられているのです。失敗を包み隠さずお送りする動画。右下から吉田ソース味のピーマンと魚肉ソーセージ、おからサラダ、冷凍。あまりのカレーにチーズを乗せて焼いたもの、大体大成功だと考えれば、大成功だったような気がする厚焼き卵、プチトマト、上の段、日の丸と缶詰の魚。もういいか。とりあえず娘さんの感想を。梅干しが美味しかったんだって。梅干しが大好評でした。あと、おかずにも感想あるわよ。そうか、よかった。おからサラダがむちゃくちゃまずかったって言ってたわ。甘々と稲妻、パパと親父のうちご飯に続く漫画唐揚げ第3弾は、食劇の相馬より、すみれ印の唐揚げロール、の唐揚げだけを作るわよ。おっさんカッターシャツだな。仕事から帰ってきたばかりだからね。なるほど、これは前日仕込みの場面か。リンゴや玉ねぎなんかで漬けだれ作成。唐揚げのレシピでリンゴはなかなかつかないな。おっさんはトレイに並べてるけど、袋なんかで漬け込む方をおすすめするわ。前日仕込みといい、おっさんとは思えない丁寧な作業だな。朝だな、唐揚げの仕上げだ。成功間違いなしと言われる、合点の揚げ方でいくわよ。いいな。放置して190度を超えてしまったけど、構わず揚げていくわね。ダメだな。1分30秒で一旦揚げて、余熱で中に熱を通すわよ。なるほど。前日から丁寧にやっていたのが嫌になったから、全部一気にやっちゃうわね。おっさん、お前もう料理するなよ。なんとか、
できてそうだしいいか。おかずの紹介するわね。右下から、千切りレッドキャベツ、すみれ印の唐揚げロールの唐揚げのみ、ほうれん草のソテー、冷凍、バターコーン、タコさんソーセージ、プチトマト、上の段、肉じゃが、冷凍、おにぎり3つ。娘さんの感想をお願いします。今日は、唐揚げが美味しかったんだって。ビビトリー。やっぱり、料理は丁寧じゃないとね。お粗末様。今日は豚の角煮を作るよー。まさか、あさったらからじゃないよな。いや、知らないけど。しばらくお待ちください。わかった。どうやら、時間は朝の5時台みたいだな。間に合うの。圧力鍋を使いこなせるようになったから大丈夫だそうだ。カレーもいろいろ言って失敗はしてなかったからいけるんじゃない。そやまあ、奥さんが後ろで見てたからな。よーし、じゃあ今日は後ろにお嫁さんが立っている気持ちでやるんだ。お嫁さんを運気アップのアイテムみたいに言うなよ。そして、共食いの豚肉を投入。年始に作ったチャーシューに似てるのかと思ったが、結構違うんだな。豚肉以外は何を入れてるの？白ネギ、生姜、ニンニクだな。味付けはみりん、酒、醤油にしてるみたいだ。あとは、家族に喜ばれそうな、卵も追加してくぞ。あれ、いびつな形の湯。そして加熱完了。おい、まさかまた茹で卵失敗したのか。おかずの紹介いくよー。おう、よろしく頼む。右下から、水菜に隠れているのが、ひじきの煮物、冷凍。豚の角煮、煮卵。娘ちゃんが植えたトマト、娘ちゃんが植えたししとう。育てたわけじゃないんだな。保冷剤用ゼリー、上の段、ナポリタン、冷凍。丸っこいおにぎり3つ。よし、娘ちゃんの感想だー。煮卵が美味しかったそうだ。いやー、何でも作ってみるもんだね。ここからはおまけコーナーだぜ。このコーナーでは、皆さんのコメントにお答えしたり、しなかったりしていきます。じゃあ、早速最初のコメントよろしくだぜ。はい、最初は豊に。はいなぁ、豊ちゃん教員採用試験一次試験終わったよ褒めて。わっしょい、わっしょい、わっしょい。もう一つ、豊に、豊ちゃん風邪ひいちゃった助けて。うち二次元だからなぁ。ありがとうね。またねぇ。次のコメント、おっさんの聞こえが聞きたい。この動画では不快要素は極力省いているぜ。次に行くわね。座りが辛いよマリサ。何かいい簡単ご飯ない。正確な返事はできないが、そういった時、おっさんの家では手料理にこだわらなかったみたいだぜ。ネクスト、でかいでかいピーマンを作り、それを船にしてはならない。今しめ、それが良い子への道だぜ。最後のコメントよ。来週誕生日だから、おっさん祝って。そして、いただいたイラストを紹介してお別れよ。イラストサンキューだぜ。もちさん、またまた絵を送らせていただきました。最近ヒデゴンスさんがニコニコランキングに載ってるのがとても嬉しいです。これからも見続けさせていただきますペコリ。娘さんやおっさんまで全員集合だぜ。レンジ先輩ってレギュラーなの。ここまでのご視聴お疲れ様だぜ。コメント、マイリス、タグ、宣伝、商品登録やツイートにも感謝。それじゃあみんな、いってらっしゃーい。だぜー。